こんばんは、しょうこれでございます。本日は5月7日夜の10時22時11分です。ゴールデンウィーク明けですね。本日は朝から、先日の寝る前の前でお話をさせていただきました身内ごとではございますが、ちょっと愛犬が、体調悪くしておりまして、本日分までの薬をいただいて、今日ホームドクターのところへということで、複合施設の中にある動物病院なんですけど、行ってきました。で、めちゃめちゃ混んでましたね。同じようなことを考えていらっしゃるのか、病院自体はゴールデンウィーク中もやっていて、ただ水曜日だけもともと定休日で、だから連休明けとその定休日明けが重なっちゃったせいでね、僕は10時半ぐらいに着いたんですけど、待ちが結構ありました。で、その間その待合室っていうところに、ずっといれないので、複合施設があるショッピングセンター的なところなんで、そのテナントとテナントをつなぐ渡り廊下的な、その廊下なんて説明したらいいんだろう、まあその玄関がいろんな ECCA 会話みたいなものとか、なんかそういう美容室とかそういうものも隣同士にあったりするので、病院の中には入らずに外で待っていて、電話がかかってくるっていうような形だったんですけど、その間ね、こうずっと彼も生体ですから生きていますので、こう人間もそうじゃないですか、こう抱っこしてくださいとか担いでくださいっていう時は協力体制があるから意外と体重そのまま感じませんけど、例えばお米とか持つ時ってめちゃめちゃ重たいじゃないですか、まあ、あれって、抱えられる側が協力をしてくれないから重たく感じるので、非常に今日どうせ病院でしょっていう感じのテンションでね、めちゃめちゃ重たかったですね。腕がパンパンになりました。で、まあ興味がない方がほとんどかもしれませんけれども、一応お話だけさせてくださいね。その症状的にも結構ステロイドって聞いたことはあるけどよくわからないみたいな、人間もね飲むやつあるじゃないですか、まああれが効いているのか、その腰の状態は非常によく、ただどうしてもまだめまい、吐き気みたいなものがあって入ってはいないと思うんですけど、ただまあ気持ち悪い状態が続いていますねと。なので一回吐き気止めをやめて、ただどうしても胃が弱っているというか、下痢気味なので、ちょっとそれを胃薬に変えて、ステロイドを急にやめるっていうのはあまり良くないから、とりあえずあと救急病院に行ったところから1週間、なので本日から4日間、同じ量、まあ、規定のおすすめ量よりももともと緊急病院の人も少なめに出してくれているそうなので、それを追加しながらちょっと残り胃薬を足す。で、また4日後、月曜日あたりで行って、でそしたらそのステロイドは1日おきとかにして様子を見てみましょうということだったので、まあ、本人の顔は非常に今生き生きとしていまして、ただ、寝て起きて、でそしたらこう伸びっていうのを、動物っぽい伸びという姿勢と、あとプルプルプルっとこう眠気覚ましでこう体全体を水から上がった時に動物がやるような仕草をしたりだとか、あとは座る前にくるくるくるっと旋回をして自分の位置決めて座ったりするんですけど、そういった時に全てよろけてしまうので、伸びとブルブルっていうのはもうしたいんだけどしないみたいな仕草ですね。ただ座る時の旋回は意外と綺麗にまとまって、いつも 2,3 回ぐらい回るけど1回回ってちょこんと落ち着いてねっていう形で、こう寝起きめちゃめちゃ機嫌悪そうに、体調悪そうに起きていましたけど、今リビングの電気をつけて目が合うと何々っていう形で目は生き生きとしてるので、まあまあ体調自体はいいのかなと。でご飯もですね、一回今まで通りのドッグフードみたいなものをあげていたんですけど、やっぱ噛むってことがあんましたくないのかね、こうベロでご飯で遊んじゃうというか、弾き飛ばして、まあ、食べてはいるんですけどあまり食べないねということで、猫のおやつで流行りましたチャウチュールのチューブ状のやつ、おかゆみたいなやつ、あれを今日結構買い込みましたね。買い込みましたって言っても1袋に対して20包とか入ってるやつ
いろんな味がバラエティに富んで入っているやつを買ってあげてるんですけど、まあいつものご飯よりも美味しいんでしょうね。めちゃめちゃ鼻息も荒く、めちゃめちゃ早く食べ終わりまして、まあ、薬を混ぜ込むこともできますので、それは楽ちんでいいんですけど、この食事に慣れてしまってね、薬の投与が終わって普通の生活に戻れたねっていう時に普通のご飯を食べなくなったらちょっと困るなと、そういうことを思いながら、過ごしておりました。でまあ、今日行ったところには薬局もあったので、犬を預けている間に、そのどうしても僕と先生の距離が近く対話をするというよりかは、あの動物病院もソーシャルディスタンスを保っていましてね、一回健康診断という形で15分20分ほどお預かりしますと、血液検査とかするんじゃなくてちょっとまあ間隔を取ってお預かりしますねと。でまあ多分その間に前の犬の座っていた台とかそういうところを消毒したりする作業も含まれての15分20分だとは思うんですけど、その間に薬局とかチラ見しましたけど、なんかマスク売ってますね。あれ50枚入りとかで昔売ってたようなやつっていうのはまだ僕の地域にはないんですけど、ただあのピッタみたいなスポンジ型タイプで、梱包も非常にエコー梱包というか中身が見えて、いわゆる梱包材にお金をかけておらず、3枚入り700円とか、あとはアベノマスクのフルフェイスバージョンというか、あのカラス型っていうかね、ちゃんとあの学校の給食の時に使っていたようなマスクではなく、もうちょっと今どきな形をしている布マスクとかも1000円ぐらいで、3枚セットとかで売ってましたね。あとはあれも増えてますね、アルコール除菌的なあのジェルタイプのやつね。でよくよく見ると60何パーって書いてますけど、あの商業施設の入り口に置いてあるやつとか、トイレとかに昔は置いてあった、まあ、今もトイレに置いてあるのかな、商業施設分かりませんけど、あのスプレータイプのアルコールっていうのは70度以上だったと思うので、まあ、薄めてるっていう表現はちょっと違うかもしれないですけど、まあ、70度以上が理想だよねという時代にはもう戻らないのかもしれないですね。60何パーでもないよりかはあった方がいいねという形で、逆に90、100あったらいいのかって言われるとね、それもあの容器が持たないですから、まあ、70から72、3、4、5これぐらいのものが昔は普通にあったのに、それを提供することも難しくなっているのかなということを、改めて感じた今日この頃でございました。で、まあ、そんなこんなでですね、まあ、犬のこともありまして、夜中に、急にガシャンとかっていう音がリビングの方でしますと、まあ、彼が起きてうんちだったりおしっこだったりをするために起き上がったんだけど、まあ、何らかで壁にぶつかってしまったなっていう時に音に気づけるように、まあ、この映像に飽きた時にね、音を流さずに無音の状態で、リビングで過ごしたりだとか、あとは僕もちょっと結構寝不足が続いていましてね、だけど横になって、だけど心配で寝れないっていう状況の中で、あのリビングになんか簡易的な布団を敷いて寝た日も一日あったんですけど、まあまあそういう時の気分転換には無音で楽しめるものということで、やっぱり漫画って最強だなと思って、ダイヤのエース、読んでいましたが、今はね、前回の放送から何日だったかは分かりませんけど、37巻の今4ページ目ですね。あの野球漫画っていうのは基本的にこう説明はあるんだけど、なんて言ったらいいんだろう、表情、あとはなんだ、打者ピッチャーの顔の表情だったりモーションだったりっていうところでね、結構そこでコマ数を稼いでくれるので、あ、読み込んでここまで来たなっていう感覚はないんですよ。でさらに、文字自体もそんなに多くない、どちらかというと、まあ、これは作者さんのその意図なのかどうか分かりませんけど、非常に、絵で見せてくる漫画ですので、ほとんどその、なんだろう、昔のスラムダンクでいう、あの、小暮くんが一生懸命説明してくれてましたよね。0.3 秒もかからない行動のところで、今の花道の動きはどうのこうのでとかっていう解説があって、非常に読み応えのある漫画でしたけど、このダイヤのエースという漫画は、そこまで解説も多くなく、ただ一人一人の個性は際立っていて、非常に面白くコミカルに読み込んでいけてるんですけど、事前情報もなく読んで、ただまとめ買いをしましたので、
関数の終わりは見えてるわけですよ、僕には。47巻っていうね。で、今37巻でしょ。あとちょうど10巻なわけなんですけど、ストーリーの終わりが見えないんですよ。いや、違うな。なんて言ったらいいんだろう。このペースで行くと、甲子園まで行かないイメージだけど、大丈夫ですかっていう。で、まあ、その、電子コミックを買ったサイトで、もしかしたらまだ続いてるのかなとか、いや、でも完結全何巻で買ったよなとかと思って、もう一度試しに行ったら、あのシーズン2みたいな方が出てるんですよね。でさらにそれも連載中らしいと、あの完結っていうマークがついてなかったんで、いい意味でも悪いものでもちょっとダメなものに手を出してしまったなと。落ち着いて読めないんですよね。だからまあ第一シーズンだけ、まあだからそれが甲子園行くまでで、この第一シーズン的な僕が持ってる47巻までは終わりそうなので、それ以降全国の戦いはシーズン2ですかというところだね。だからまあそっからあのアニメもあるみたいなんで、そこからをアニメに切り替えるってすると僕ももうちょっと見やすいのかなとかいうふうに思っていたりもしますけれども、まあ、今、3年生はとっくの塔に卒業というか引退されまして、 1,2 年生のチームで、秋の大会、いわゆる選抜春の甲子園に向けて立ち上がっていっているという形ですね。いや、スポーツ漫画やっぱいいですね。非常に面白く読んでおります。さあそんな中で、ニュースにどうしても触れなければいけないというかね、まあまあしょうがないでしょう、東京都というか全国的にも、ゴールデンウィーク中少ない感染者数ですね、都内の感染者数は結構軒並み減ってますけど、まあお調べになられる場所がお休みだったんでしょうというところだよね。まあね、このはいあなたコロナねっていうのはどこで判断するのって、やっぱこう検査を受けてですよね。で検査を受ける前に初期症状の段階で自宅待機をしている人だったりっていう方がもっとゴロゴロといるわけですから、あまりこの感染者数というものに、着目すべきではないと僕個人的には思ってはいますが、まあ、5月末まで変わらず僕は自宅待機をし、自宅で思いっきり過ごしてやろうと思っています。まあ、一方で、地方ではもう学校が再開していたり、再開予定ですよと言ったり、やっぱ9月一斉スタートっていうのは難しいんですかね。この機会なくすとそれできないんだよな、一緒な。どうにかちょっとその辺もしっかり決めれたらいいなと個人的には思ってるんですけど、そんな感じで、今日も平穏に、そして明日も平穏に、僕が自宅にいることで人様に迷惑をかけず、そして国に貢献できるということであれば喜んで、自宅にいたいとは思うんですけど、お話戻りましてね、ダイヤのエースも多分ね今日の夜には読み終えてしまうんで、シーズン2的な感じのやつに進むか、また別の、野球漫画に手を出すかっていうところをこれから真剣に考えたいと思います。偏ってるのは新しいやつに進もうかなという気持ちではいます。まあ、個人的な意見ですけど、本当にこうダイヤのエース、未だにイントネーションとか分かりませんけど、ダイヤのエースで押し切っちゃいますけど、まあ、当たりを引いたというかね、あの両エース、同チーム内の両エース、片っぽ側の古谷くんという子がどうしてもこうルカワと被ってしまうんですよね。口数も少なくだけど黙々淡々とっていう、まあ、対する片方が花道よりももうちょっとこう礼儀正しくコミカルにっていう、この対極な感じがね、多分よりハマったんだと思うので、まあ、浅い知識ですけど、こうルーキーズはどちらかというと監督目線で、さらにそのサイドストーリーの方も、結構深くまで入り込んでいくので、熱血教師と悪ガキとスポーツっていう感じだよね。ちょっと違うんですよね。でかといってドカベンも今どうやって手に入れていいのか、昔あの図書室にあった硬い本、どうせだったらあれを買いたいですよね。電子じゃないな、ドカベンは。でメジャー、メジャーってなんか2個ありますよね。息子だっけな。だメジャーかなとも思うんですけど、缶が多いんだよな。7、80缶ありましたよね、確かね。
でタッチとか、あともう一個ありましたね、足立先生のやつ、なんだっけ、タッチ H2 か、ちょっとラブコメ入っちゃって青春に偏ってるんですよね。いいと思うんですけどちょっと違うな。なんか最初の頃あれ読んだんですよ、なんだっけ、ワンなんとか、なんかワンアウトいくらみたいな、なんかそういうやつ、もうそれもそれで面白かったんですけど、やっぱりこう王道のスポーツ漫画ということでメジャーかな、次手出すのはね、まあ7、そっか、いいのか、7、80巻あるけど、そんなにあれば5月持ちますね。そうだな、そうしよう、そうやっていきたいと思います。はい、答えがまとまったところで今日はこの辺で終わりたいと思います。しょうこれでございました。また明日、ごきげんよう、バイバイ。